どうも皆さんこんにちは、りょうです。今日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、初売り第2弾です。はい、昨日の夜、2日の夜にドーバストリートマーケット銀座の方に行ってきまして、まあ、その中でも1個だけ、まあ、いろいろあったんですけど1個だけね、欲しいのがあったので、ちょっとこれをね、買ってしまったので兄さんにご紹介をしていきたいと思います。まあ、早速でご紹介していくんですけども、で箱でどうしても見えてしまうので早速開封していきたいと思います。はい、ドーバストリートマーケットっていろんなブランドがあるんで、もう見てるだけでもめちゃめちゃ楽しいんですよ。すごい必死にこらえながらもこらえられなかった、欲しかったアイテムがたまたまあったので買ってしまいましたいつものニューバランスの箱ですね。はい、今日ニューバランスを買ってきました。その中でも何をね、買ったかと言いますと、こちらです。こちらですね。こちら、今回買ったのはこちらです。ニューバランス 990V4 ですね。 V4 のグレーを今回購入しました。ニューバランス好きな方は、分かるかと思いますけどね、この V4 のグレー、11月ぐらいに復刻されたんですけれども、普通に買えなくて、たまたま今日昨日ドーバストリートマーケット行った時に1個だけもう僕のサイズのものが1点だけあったので、もうこれは買わなきゃいけないと思って買いました。はい、これはもうね、欲しかったのに買えなかったので今回たまたまって買いました。良かったです。はい、いつも通りじゃないかって感じですけど、まあ、特に初売りでセールってわけでもなく、まあ、ただただ欲しいものがたまたまあって買ったってだけなんで、まあ、初売り関係ないんですけれども、まあ、欲しいものがあったのってね、すごい良かったのでいい買い物ができました。ニューバランス、990V4 ですね。 V4 になります。はい、V4 は2016年ぐらいに確かあったモデルで、まあ、990のシリーズが今回、来年2020年、あ、今年か、2022年に、私確か40周年を迎えるということで、2021年に V1 から、復刻をされて、今回これがね、V4、第4弾で復刻された、V4 になります。はい、V4 は僕はね、 V3 に次ぐ本当好きな形で、まあ本当次の V6 なんかも今ね、リークの画像上がってますけどね、これもすごい楽しみで待っているんですが、まあ、この V4 もすごく好きで今回復刻されたということで狙っていたんですけども、まあ、買えなくて、でたまたまドーバー行った時にあったので今回買わせていただきました。はい、で V4 は V3 よりも確かさらに軽くなっていたと思います。で今回はその復刻というところで、ここにね、赤タグがついております。このね、アクセントがまたこのグレーに合いますよね、意外と。はい、で中の今回ね、インサート、この中のインサート部分が、あのニューバランスが作られている工場の時計台が、刻まれております。はい、でニューバランスの中に、靴の中に入っていたこの袋にも同じようにこの時計台の絵が描かれている、これがね、あのニューバランスが実際に作られているアメリカの、工場のこれにある時計台だそうです。はい、まあ、これはもう本当に普通にセール品を買うよりも個人的に魅力に思えたアイテムだったので、今回はもう即決で買わせていただきました。で他にもね、991のネイビーとか、意外とこれ残ってるんだみたいなものが結構あったので、もしスニーカー好きな方、意外と穴場かもしれないので、よかったらドーバストリートマーケットの方行ってみてください。はい、やっぱ V4 はね、アッパーのね、この切り替えが結構好きで、今回のこのグレー復刻はすごく欲しかったので、本当に嬉しい、買えてよかった。似たような靴本当持ってるんですけど、これは本当嬉しいですね。はい、で値段は3万6000円ぐらいするので、まあ、ニューバランスの中だと結構高いですよ。まあ、今回復刻っていうところもあって、今回ね、
高かったんですけど、もう値段は僕はもう関係なく、こちらは即決でした。はい、まあ、ここ最近だと V4 はあのジョーンドとコラボしたりだとか、まあ、今後もしかしたら来年もね、復刻で何かコラボレーションモデルなんかも出るかもしれないので、これはね、 目が離せないモデルなんじゃないかなと思います。そして同時に V6 がおそらく来年か再来年あたりに出るかなと思うので、それもねすごく楽しみですね。今日ねドーバーの動画っていうところでちょっと期待させてしまったかもしれませんけれども、いつも通りニューバランスを購入してきました。はい、という感じで今日はね簡単に終わりたいと思っております。はい、すいません、最後までご視聴いただきありがとうございます。もうすぐね福袋が届くはずなので、その福袋の開封動画なんかもこの後ねやりたいなと思っております。はい、という感じで今日は終わります。はい、皆さんもねぜひなんか福袋とか初売りで買ったもの、もしよかったらコメント欄の方で教えてください。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。では、今回の動画、参考になっている方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。りょうの動画でした。ありがとうございました。